釣れそうな感じ。おお、一投目。おはようございます、釣り子 TV です。本日の動画はこちら、ゲイリー山本のゲイリーハガーね、これを買ってきてみましたよ。こんな感じのパッケージ入っていて、でね、ちょっと前にね発売開始されてたんですけども、黒色欲しいなーなんて思って、黒色がですねなかなか買えなくて、あれまた黒ないよ、あれ黒ないなーなんて思ってね、このままだとバックスライド系のキクシーズン黒色探してる間に終わっちまうぞっていうことで、このねスカッパノンみたいな感じ、まあブルーフレーク入ってるんですけども、こんな感じのカラー、まあこれもいいなーと思ってですね、濃いめの色欲しいなってことで、まあ一袋買ってきてみました。じゃあね早速開けていきたいと思います。なんかね袋の感じが若干今までのゲイリーと変わってるなーなんて、こんなパッケージなんですけど、じゃあね、はーい、開けます。あれ、大丈夫か。あー開いた。あ、これで開いて、そんで閉めようと思ったら閉まるよ。あ、そっかそっか。あのね普段だとこう開けると開くじゃないですか、開けるとまあ開きますよね。ここが圧着されていて、最初開けるときにそれをブリッてね開けることによって、それから2回目からはこの上のジップロックみたいなところが効いてくるって、こういうパッケージに変わったんですね。はい、じゃあね早速1個出してみたいと思います。はい、ゲイリーハガー、これは手長エビですね、どう見たって。あー、このね手が思ったよりね長いんだなって、と、あとボディのボリュームの感じが、自分がもうちょっとね小ぶりなルアーなのかと思ってたんですけども、釣り具屋さんで見てもあれちょっと想像してたより大きいななんていうのは感じたんですけども、実際にね出してみてもね、やっぱりね、あ、大きめのアームなんだなって。こう手がいろいろついていて、上の2個には何か振動するのにこうブリブリ動くのに役立ちそうな丸まっちい部品がついていて、一番下の足はこうストーンと切れてますね。あ、このね手の先、この手の先がちゃんとね水をね微妙に受けそうな、そんなデザインになってるんですね。ちょっとねブツブツがついていて、先端こういう感じのカバーにこうこんな感じのデザインになってるんですよね。これで多分ね手がパタ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 って動くのかななんていうのが見えます。でボディはねシンプルで、バックスライドをするワームっていうことですからね、まあ、こっちから針刺すんだろうななんて思いますけども、上下が一緒、うん、こっちにも目あるし、こっちにも目あるんですね、まあ、ここまで揃えてくれると、こう刺して、あ、こっち側の間なんかここちぎれちゃったななんて時にすぐに後ろ側にねチェンジしてもなんか気持ち悪くないなっていうのと、あとね針先を微妙に守ってくれそうな、ここにこういったね縦型のね針先隠すようなこういう部材があります。へえ、あ、結構ね想像してたよりいろいろと細かいパーツがいろいろ機能しそうな、でまあまあまあこの形ですから手とかねちょん切って、あ、ゲイリー素材のね芋って感じでも使えるだろうし、あ、これはねちょっと考え抜かれたデザインなんですね。はい、ゲイリーハガーね、ちょっと重さの方も測っておきたいと思いますよ。まあノーシンカーで使うワームだと思うんですけども、何グラムぐらいなのか、12.9g って、およそね 13g ほどかなっていうことで、 12.9 ね、うん、およそ 13g、 このねワーム単体で 13g
あるので、これにまあね40番とかそれぐらいの番手の針になってくると思うんですけど、30番40番それを組み合わせると多分ね、2分の1オンスぐらいになるんじゃないですかね。結構ねやっぱり、ボリュームもあるし重めのワームなんだなっていうことで、でゲイリーハガーですね、何本入りなのかなっていうのもちょっと見ときたいと思います。あ、いっぱい入ってるな。はいはい、1ゲイリーハガー、2ゲイリーハガー、3ゲイリーハガー、4ゲイリーハガー、5ゲイリーハガー、6ゲイリーハガーですね。1袋に、6本入りです。で6ゲイリーハガー入ってるんですね。まあまあまあこんな感じでいろいろ見ていきましたが、早速でちょっとね釣りに行く予定があるので、こちらゲイリーハガーもねまだまだバックスライド効くシーズンじゃないかなっていうことで、使って、来てみましたということで、ぜひご覧ください。ゲイリーハガーバックスライド系をちょっと試してみます。前にねすごいバックスライドが効いたポイント、針は何番、30だとちっちゃいかな、40番、40番のガマカツセオライズでバックスライドセッティングでリグっています。微妙にこの目のパーツとかがあるから真ん中は探りやすい感じで、このスリットの真ん中から出して針先隠して、うお釣れそうな感じ。おお一投目、いやいやいや、おおすげえ、おおまあまあよく釣れる場所ではあるんだけど、ゲイリーハガー初フィッシュ一投目で来ました。はい、うわズドーンと真ん中だねこれ、いいね。はい、というわけでね、ゲイリー山本の待望の、新作ワームっていうことで、まあ、ハートテールの小さいサイズ出ましたしね、これでゲイリーハガーが出て、開発中なんて、言われていたやつはね結構出揃ってきたんじゃないかなっていうことで、今後に向けてはどういった感じのねデザインのワームが、裏で秘密裏に、開発が進んでいるのか気になりますけども、まあそんなところもね、追いかけつつ、まずはねもうこの釣れるゲイリー素材ですから、しばき倒したいと、使い倒したいと思いますね。というわけで本日の釣り子 TV はこちら、ゲイリー山本の最新のね、ワームゲイリーハガー、これを一袋買ってきてみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。